19世紀中頃のエロイーズとされるハンガエロイーズは、フランス人修道女、作家、学者、ピエール・アベラールとの恋愛関係や手紙のやりとりで知られる。エロイーズは、ラテン語やギリシャ語、ヘブライ語の優秀な学者であり、知的であることや優れた、洞察力を持つことで有名だった。アベラールは、エロイーズがノミナチッシマ、すなわち読み書きに関する転与の際で、 大変有名であったと書き残している。エロイーズが手紙の中で自分がアベラールよりも社会的地位が低いと触れた以外に彼女の肉親についてはあまりよく知られていない。エロイーズはおそらくギャルラン家のものであっただろう。ガルランド家は金持ちで格好たる地位を持つ者が何人かいた。アベラールは哲学者になるために爵位を放棄していたがもともと貴族階級の出で,であった。 エロイーズは、おじの非保護者であったことが知られている。そのおじは、パリの司教座制度参事会員であり、名前は、フィルベールと言った。エロイーズは、その生涯のうちのどこかの時点で、学識ゆえに、西ヨーロッパ中で評判になった。彼女が、ピエール・アベラールの生徒になる頃までには、彼女は、すでに有名な学者になっていた。ピエール・アベラールは、パリで、 最も評判の良い教師であり、哲学者の一人であった。医学や、その当時、高等教育で教えられていた、他の伝統的な科目をアベラールから教わったことで、エロイーズは、パラクレ大修道院長としての役割の中で、医者としても並外れた名声を手に入れた。ロマンデラローズの写本中のアベラルドゥスと、エロイーズ1132年頃に書かれた自伝的。 作品であるイストリア・キャラミト・トゥームの中で、アベラールは、エロイーズを誘惑した話をしている。アベラールは、1115年にフィルベールと同じパリの、司教座聖堂参事会員となった時に、エロイーズと出会った。この時、エロイーズが何歳であったかは不明である。エロイーズはアダレセントラすなわち、少女として描かれているので、1100、または、その翌年に生まれ、その頃、 だいたい17歳であったと推測されることがしばしばある。しかし後に現在のところ何の根拠もないことから17歳という年齢は17世紀の創作であり当時エロイズはおそらく27歳であったとコンスタントミューズやデビット・コンスタントが示唆している。これに関する主な証拠の一つとしてピエールがエロイズに尊者ピエールが青年で エロイーズが少女であった頃のことを覚えているという内容の手紙を書いている。ピエールが1 9 9 2年生まれであることを考えると、アベラールと出会った時、エロイーズは27歳くらいであっただろうと言えるだろう。ミューズやコンスタントは、これにより、エロイーズが少なくともピエールと同い年だったかもしれないと主張している。またアベラールは、エロイーズが研究によって、 フランスで最も有名な女性であったから誘惑したという内容のことを述べていて、この点でもエロイーズが17歳の時点でそのような名声を得ることは難しいと考えられる。エロイーズはギリシャ語やヘブライ語の研究で成し遂げた業績の大きさや恋愛関係に対する成熟した反応から17歳よりは年上の人であるということが示唆されていると言える。アベラールは フィルベールを説得してその家に移住させてもらうために自分が研究をしている間今の住居に住み続ける余裕がないと話し居候をさせてもらうお返しにエロイーズの家庭教師をすることを申し出たというアベラールはその後エロイーズが妊娠するまで不義の関係を続けたというアベラールはエロイーズをフィルベールの元から引き離しブルターニュに住む自身の妹のところへ送った そこでエロイーズは男の子を産み、その子にアストロラーベと名付けた。ご半生のアストロラーベがどうなったのかについてはほとんどわからない。エロイーズがその後アベラールに宛てた手紙の中でアストロラーベについて言及することは一度もない。また、アベラールがイストリア・キャラミト・トゥーム以外でアストロラーベについて言及したのはアストロラーベに宛てた助言の詩の中でだけである。 その詩は1135年に書かれたと考えられている。アストロラーベの命日は、聖霊の死亡者名簿の中に10月29日、または30日と記されているが、年は書かれていない。アストロラーベはそれよりもっと後の手紙の中でたった一度だけ言及されている。孫者ピエールがエロイーズに宛てた手紙であり、その内容は、あなたのアストロラーベのために、 私は大教会の一つから、生殖力を得られるよう喜んで最善を尽くしましょう。あなたのアストロラーベは、あなたのおかげで私たちの息子でもあるのですし、というものである。アベラールは、フィルベールと和解するために、エロイーズと結婚することに同意した。アベラールの経歴を傷つけないため、結婚したことは秘密にし続けるという条件の下で、あった。 エロイーズははじめ秘密にしておくことを嫌がったが、最終的にアベラールに説得されたのだ。エロイーズはブルターニュから戻り、パリでアベラールと密かに結婚した。しかしフィルベールはアベラールに社会的制裁を加えるべく、二人の結婚のニュースを広め始めた。エロイーズはニュースを否定しようと努力したが、拡散は進み、ついにアルベールはエロイーズの安全のため、 彼女が育ったアルジャントイユの女子修道院に彼女の身を置くことにした。しかし、フィルベールとその友人たちは、アベラールがエロイーズを修道所にさせることで、ただ彼女と縁を切っただけだと信じていた。そして、アベラールを罰するために、ある夜、フィルベールの友人の集団がアベラールの部屋に押し入り、彼の交換を切除した。この事件の後、アベラールはそれを、 大変恥じたために、パリにある、サンドニ大聖堂の修道士となった。一方、エロイーズもアベラールに強く勧められ、アルジャントイユの女子修道院で不法いながら、二層になった。エロイーズはそこで副院長になったが、彼女を含め修道女たちは1129年に、女子修道院がサンドニ大聖堂に併合された時に立ちのかされた。この時アベラールは、彼女が、 パラクレレ拝所の修道院に入る手はずを整えていた。そこはシャンパーニュ地方のノジャンシュルセーヌの近くにある廃れた建物であった。アベラールは後にバスブルターニュのサンジルダドリュイスの大修道院長に移動したが、その建物は1122年にアベラール自身によって建てられたものであった。エロイーズはそこで新しい修道所たちのコミュニティの大修道院長になった。 この時、かつて恋人同士であった二人の間で文通が始まった。現存しているのは七通の手紙である。イストリア・キャラミト・トゥームがそれらの手紙よりも前に AP ストラ1として存在しているので、それらの手紙はラテン語の巻でイピステレイ2から8と番号が付けられている。その手紙のうちの四通は個人書簡として知られており、 個人的な内容の手紙のやり取りが含まれている。残りの3通は指示書として知られている。エロイーズはパラクレの責任者として、あるいは彼女自身として個人的に返信していた。後に続く手紙の中で、エロイーズはアベラールが直面している問題に対して落胆の意を示した。しかし、アベラールはその時まだエロイーズと結婚していたので、 エロイーズはアベラールが攻撃を受けた後何年にも渡って連絡をしてこなかったことについて彼に説教した。こうして熱心であり、学識のある手紙のやり取りが始まった。エロイーズはアベラールに哲学の研究をすることを奨励し、アベラールはエロイーズに全幅の信頼を寄せた。しかし、エロイーズにはもともと失望に向いた気持ちがあった。 彼女はアベラールに、アベラールと結婚したくない、束縛よりも自由を好むので妻になるよりも娼婦になる、ことを選ぶと思い出させている。アベラールは、それまで一度もエロイーズを心から愛したことは、なかったが、ただ、エロイーズに劣情しか抱いていなかったと断言した。また、自分たちの関係は神に対する冒涜であると、断言した。そして、アベラールは、エロイーズに、 これまでに彼女を心から愛した唯一の人物であるイエス・キリストに注意を向け、その時から宗教的転職に完全に身を捧げるべきであると勧めた。この時から手紙の趣旨は変化する。指示書の中にエロイーズは五番目の手紙を書いている。その手紙の中でエロイーズはアベラールがエロイーズに与えた苦痛に関してはもはや何も語らないと宣言している。 6番目の手紙は、アベラールからの長い返事であった。その内容は、5番目の手紙の中で、エロイーズが最初にした、修道所の期限に関する質問に対する答えであった。その長い手紙の最後に、7番目の手紙であるが、アベラールは、パラクレ礼拝所の修道所のための規則を授ける。5番目の手紙の冒頭で、エロイーズから、再度要望されたからである。 プロブロマタヘロエシーは、エロイーズからアベラールに当てられた手紙である。その手紙の中には、聖書の難しい一節に関する42個の質問が含まれており、それらの質問の間に、アベラールの答えが散りばめられている。おそらくこれは、エロイーズがパラクレレ拝書の大修道院長であった頃に書かれたものであろう。エロイーズとアベラールエロイーズに関連する。 著作物の実際の著者が誰かは、それらの著作物が出回ってからというもの、長きにわたり、学術的に意見の相違があるテーマであった。最も確立された資料であり、それに応じて最も長い間その信憑性が問われてきたのは一連の手紙である。それは、アベラールのイストリア・キャラミト・トゥームから始まり、四通の個人書館と指示書を含んでいる。 また、アベラールのイストリア・キャラミト・トゥームは一通目の手紙として数えられ、四通の個人書簡は二通目から五通目の手紙として、指示書は六通目から八通目の手紙として番号が振られている。今日、多くの学者がこれらの作品をエロイーズとアベラール自身によって書かれたものであると認めているが反対し続ける者も,もいる。ジョン・ベントンは、 これらの文書に回帰的である現代で最も有名な学者である。一方で、エティエンヌ・ジルソンとピーター・ドロン家は、それらの手紙が本物であるという主流の考えを支持する特に重要な学者である。自分たちで手紙の本文に関する問題に対する説明をするだけではなく、回帰的な考え方の大部分は回帰論者たちの先入観によって煽られたのであると。 主張することによって、彼らはその考えを指示したのだ。より最近では、誰が書いたのかわからない一連の手紙、イピステレイダ・ダオーレム・アマンティアムは、実は、エロイーズとアベラールによって、最初のロマンスの頃に書かれたものではないかと、議論されている。つまり、広く知られている後の,の一連の手紙の前に、書かれたということだ。この議論は、ユッド・コンジェンの過去の研究をもとに、 コンスタント J ミューズによってとても強く進められてきた。これらの手紙は、エロイーズによる現存する著作物の言語資料を拡充するのに大きな影響を与えた象徴である。そうして、より深く研究するための新たな方向がいくつか開かれた。しかしながら、この主張はすべての学者に受け入れられてはいない。なぜなら、作品の帰属先は、 必ず絶対的な証拠よりも状況証拠に基づくからである。他のエロイーズが著者とされている著作に関しても似たような学術的な議論がある。ありがとうございます。